うしたの？そんな。どうしたのかしら。確かここに貼ってあったと思ったんだけど。剥ぎ取られた写真、学校のワープロで撃たれこの町で投函された手紙。間違いない。手紙の主はリサさんのすぐ近くにいる人間だ。あのさ、ひょっとしてそのユミって子、この学校の生徒なんじゃない？リサさんを追って転校してきたとか？わかんない。ひょっとして偶然同じ学校になったのかも。そっか。そしてリサさんが同級生にいることを知って復讐を思い立ったとか。そんな、ユミちゃんがこの学校に。さっきのユミお姉ちゃんがユミちゃんだったってことは考えられないかな。ユミが？ごめんなさい。でもそんなことあるわけないわ。大体人に復讐しようって人間が1年以上も親友付き合いを続けられると思う？どうだろう。可能性としてはあり得るけれど。この手紙のことってその子お姉ちゃん以外の誰かに知らせた？一人は同室のユミ。彼女は親友だし隠し事したくなかったの。私が手紙を見て青くなってる時も夜通し励ましてくれたもの。本当に仲がいいのね。もう一人は寮長の真由美さん。3年生で生徒会長も務めてる人。真由美さんは頼りになりそうな人だから寮内のことは大抵相談してるの。ああ、もう一人いたわ。ごめんなさい、忘れてた。誰？同じクラスの吉野直美っていう子。教えるつもりじゃなかったんだけど嗅ぎつけられちゃって。強引にこの手紙を読むと私に任せてとか言って。あの子らしいけどね。真由美お姉ちゃんってどんな人かな。そりゃもう綺麗な人よ。なんたって学園のマドンナですもの。女子校でマドンナっていうのも変だけど、真由美さんは全校生徒の憧れの的なのよね。ナオミお姉ちゃんってどんな人？まあ、彼女に会えばわかるわ。多分嫌でも会うわよ。神出鬼没な子だから。事件のあらましはこんなところか。あとは実地に校内を見て回るかな。リサお姉ちゃん、僕ちょっと学校の中見てきてもいい？うん、いいけど迷子になったりしない？私がついていこうか？
は蘭姉ちゃんの腕っぷしが頼りなんだから、リサお姉ちゃんのそば離れちゃダメだよ。何よもう、コナン君まで。連絡事項いろいろ書いてあるけど、別に目を引くものはないな。消火器か。動かされた形跡もないし、事件には関係ないな。誰かいるみたいだな。どなた？あ、さっきの。そっか、ユミさんはこの部屋で寝ることにしたんだ。こんにちは、ユミお姉ちゃん。蘭姉ちゃんのために部屋開けてくれてどうもありがとう。聞いてもいい？リサお姉ちゃんの部屋のワープロ、ユミお姉ちゃんの？あのワープロは学校の許可を受けて貸し出してもらってるの。レポートに使ってるだけだけど。ユミお姉ちゃんは連休中何してるの？家には帰らないの？学校でリサちゃんといた方が。私リサお姉ちゃんに届いた手紙、ユミお姉ちゃんは見たんだよね。リサちゃんはあんな脅しを受けなきゃならないような子じゃないわ。何かの間違いよ、きっと。ユミお姉ちゃんは何か心当たりないの？全然ないわ。ユミお姉ちゃんはリサお姉ちゃんの幼い頃の話って聞いたことある？ええ、私と同じ名前の子ととっても仲が良かった。ユミちゃんの写真は見せてもらったことあるけど、よく覚えてないわ。その子の写真がなくなっちゃってたんだけど、ユミお姉ちゃん知らない？いいえ、知らないわ。まゆみお姉ちゃんって知ってる？ええ、とっても綺麗な人。みんなあの人に憧れてる。でも私は苦手だけど。苦手ってどうして？あの人完璧すぎて。私みたいな人間には近寄りがたくて。ナオミお姉ちゃんって知ってる？なんだかいつも人の秘密を探り出そうとしてて、あまり感心しないわ。でも悪い子じゃないのよ。そうなの？あの子ってとても綺麗な目をしてるの。ちょっと好奇心が強いだけなのね、きっと。
主は留守だな。綺麗に掃除してあるな。ねえ、ちょっとお話聞いてもいい？何か見つかった？ううん、別に。鍵がかかってる。この部屋の主は留守だな。連休初日だし、ほとんどの生徒は寮に残ってない。つまり明日はリサさんを狙うには絶好の日ってことか。連絡事項いろいろ書いてあるけど、別に目を引くものはないな。鍵がかかってる。この部屋の主は留守だな。古谷真由美、寮長にして生徒会長か。あら？こんにちは。まあ、こんにちは。僕はどちら様かしら。江戸川コナンって言います。真由美お姉ちゃんですか？はい、古谷真由美です。コナン君はどうしてここに？招待されてきたんです。リサさんに？ああ、今日お客様がいらっしゃるって話。コナン君がそのお客様というわけね。うん、僕とあと蘭姉ちゃんと。それでちょっと真由美お姉ちゃんにお話聞きたいんだけどいいですか？あら、私に？何かしら。真由美お姉ちゃんの部屋ワープロ置いてない？私の部屋には置いてないわ。私はいつも図書室や文芸部室で据え置きのを使うから。今日って学校お休みでしょ？お姉ちゃんはどうして寮にいるの？文芸部の仕事でね。私は3年生だけど一応部長だから。まあ他にも生徒会長や寮長の仕事とかね、何かとあるのよ。文芸部長で生徒会長で寮長？うわ、大変なんだね。実はリサお姉ちゃんのことなんだけど、真由美お姉ちゃんはどう思いますか？リサさんのこと心配してるの？優しいのね、コナン君は。それほどでも。リサさんのことは私も心配しているの。あんな手紙を送られて心労が絶えないでしょうね。犯人については見当もつかないけど、寮内のことだし見過ごせないわ。私も事件解決のためなら全面的に協力するから、何かあったら遠慮なく言ってちょうだいね。はい。ユミお姉ちゃんって知ってる？ユミ？ああ、リサさんの
ームメイトね。彼女のことはよく知らないの。ごめんなさい。ナオミお姉ちゃんって知ってる？ええ、彼女も実は文芸部員なの。でも副業の方が忙しいみたいで、あまり部に顔出さないの。副業って？あの子ね、探偵クラブなんてものを自分一人で作って部長に収まってるらしいの。探偵クラブ？部長兼唯一の部員として日夜学園の平和のために走り回ってるらしいわ。困ったものね。このお休みに学校にいる人たちってどのくらいいるの？届けが出てるのは文芸部とバスケ部だけね。文芸部は校舎、バスケ部は体育館を使う予定よ。部活以外の使用で残ってるのはリサさんとユミさん、あとレイコさんだったかな。レイコお姉ちゃんってどんな人？葛城レイコさん2年生。とてもしとやかで大人っぽい子よ。そういえばバスケ部の部長さんがレイコさんと姉妹だったわ。性格はすごく対照的みたいだけど。どうもお邪魔しました。いいえ、どういたしまして。鍵がかかってる。この部屋の主は留守だな。連休初日だし、ほとんどの生徒は寮に残ってない。つまり明日はリサさんを狙うには絶好の日ってことか。葛城玲子、この部屋のはずだけど。誰もいないのかな。